사바에 사바에. 근데 에어르 크레인에 どうしようってんだ? 에너지体で 構成された 에어르 変換器を 作るの? 変換器? 에어르를 효율적으로 物質化することで 総量を 減らすのが 狙いなんだけど、 そのためには 変換器 自体が 에어르と 物質の 両方に 近い 에너지なのが 理想なの。 その 에너지って エアルとどう 違うのじゃ? 属性分化した エアルは 段階的に物質に移行して 安定する。 その途中の段階で 固定して、 それで変換器術式を 構築しようってわけ。 エアルでも 物質でもないってこと? エアルより物質に近い、 でも物質にはなってない状態。 私らはマナって呼んでる。 マナ。 寒い海のイサギビよりも荘厳な雰囲気が、短い言葉の中から今にも溢れてくるのを感じるのじゃ。いや、まあ本当はもっと長ったらしい名前なんだけど、ただ安定してるって言っても物質よりは不安定だから核になるものが必要なの。そこでアパティアか。それと十分なエアルとそれの術式を組み替えるエステルの力。 私が抑制術式なしで力を使うと、エアル。けど、何もしないであいつをほっとくなんてできない。それに。それに? こういう賭けは嫌いじゃない。私は立場上、止めるべきなんだけど、私も乗ってみたくなったわ。うちはその賭けに10億ガルド乗るのじゃ。大丈夫よ。理論に間違いはないんだから。 その10億、何百倍にもして返してやるわ。 おお、本当なのか? ええ、さあ、エアルクレーネに行こう。 変換器ね。よくまあ思いつくもんだ。さすが天才魔導少女リタッチだ。うんうん、手がかりがあったからよ。そういやザウデを調べたって言ってたよな。あれ、あんだけの規模なのにエアルでは動いてなかった。世界全体を守るためのシルトブラスティアなのにね。シルトブラスティア。そっか、星網から守ってたんだ。 千年もの長い間ってことか。鉄が薬磯巾着のように粘り強いのじゃ。それに千年も張り付いてる星網も粘り強いけどね。アレクセイはザウデを兵器だと思ってたみたいだけど、とんでもない間違いだったわけね。けど星網はエアルの暴走が原因だよな。なるほど、だからエアル以外の力の結界なのか。でもだとしたら何の力なんです? 満月の子かしら。正確には彼らから分離した力ね。あの巨大コアの中で半永久術式としてザウデを動かし続けた。多分彼らの命と引き換えに。満月の子らは命燃え発。ミョルズの言い伝えはそういう意味だったのね。リュークの話じゃ自発的にやったらしいぜ。つまり 結界を作ったのは満月の子の世界。愛の力ね。世界のために犠牲になってずっと守っててくれたんですね。逆にそうではないか。そうか。そうか。こんなもんかな。そうか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 。
勝利のアイス、いきます。どうぞ。はい、頑張ったわね。もっと上行けるだろう。またあの魔物出てきたりしないよね。出てきたらカロルがまた退治してくれんでしょ。うん、意地悪。さあ準備できたわ。今から抑制術式を解除するわ。そしたらエステルに反応してエアルが放出される。エステルはエアルの術式をよりマナに近い安定した術式に再構成してほしいの。よくわかりません。そうね。ここは水の属性が強いから、流れる水をイメージしてエアルの流れに身を任せればいいわ。エアル物質化の理論は魔術と同じようなものだから、エステルがエアルをマナに近い形に再構成してくれれば、私でもキュアノシエルにエアルを導けるようになるはず。僕たちに何かできることない？ないわ、寝てて。こんなところで寝たら凍死するっつーの。飯炊きでも魚釣りでも何でもお役に立つのじゃ。何でもって言ってもあるでしょ。ザウデで見つけた変換技術を使えばいいのよ。あれは命をエアルの代用にするものでしょ。そんなの使えるわけないじゃない。でも失敗したら激流となったエアルに飲み込まれて私たちは全滅。そうでしょ。命がけなのはみんな同じってことだ。手伝わせろよ。私がキュアノシエルにエアルを導くのに、あんたらの生命力を使う。そうすればエステルは私にエアルを干渉されないで流れを掌握できると思うから。よし、じゃあみんな一丁気合い入れようぜ。はい、いい？エステル、行くわよ。みんなはこっち来て。お願いします。私の術式に同調して。そう、いいわよ。
キュアノシエルにテアルが集まっている。術式はうまく働いてる。行き場も安定してる。行ける。その声、ベリウス。ユですか、ベリウス。そう、わらわはかつてベリウスであった。どういうことだ。まさかアパティアに宿っていたベリウスの意志が。すごい。すべての水がわらわに従うのがわかる。わらわは水を滑るもの。なんかわからんけど、これ成功なの？成功っていうか、それ以上の結果。まさか意志を宿すなんて。驚け！自然の神秘は常に人の想像をはるかに超越するものなのじゃ。そうね、どうやらそれは認めざるを得ないみたい。人間、わらわは何である？もはやそなたらがわらわを生み出した。どうか名を与えてほしい。物質の精髄を司る存在。して我が名はザブザブ水イラクイ。古代の言葉で水を滑るもの。ウンディーヌ。では我が今より精霊ウンディーヌ。おお、力がみなぎる。そなたが我らのために多くのエアルを集めてくれたからじゃ。頑張ったもんね。礼じゃ。そなたにこれを授けよう。ウンディーネ、俺たちは世界の AR を抑えたい。力を貸してほしい。承知しよう。だがわらわだけでは足りん。え？わらわが司るは水のみじゃ。他の属性を滑る者も揃わねば十分とは言えん。物質の基本元素、治水化風、最低でもあと3体か。それってやっぱりエンテルケイヤを何とかするしかないってこと。素直に精霊になってくれるといいんじゃがな。もう存在しているエンテルケイヤも数少ないわ。あとバウルだね。バウルはダメ。まだアパティアを生成するほどのエアルを処理していないわ。それに私が認められそうにない。ウンディーネ、心当たりはないのか？輝ける森、エレアルフィン。世界のネタル、レレメイズ。場所は、そなたの友、バウルが知っておろう。消えちゃった！いえ、います。感じます。エアルクレーネも落ち着いたよう。エステルの力を抑制してないのに。え？これってウンディーネがエステルの力を制御してくれてる？じゃあエステルは本当に自由になったの？
捨てる。よかったな。なんだか不思議な成り行きになってきたね。確かに想像もしてなかったことばかりだ。けど光が見えてきたじゃねえか。わずかの光じゃ、でも深海から見える太陽くらいに嬉しい光なのじゃ。通じて誕生したことで何かつながりが生じたのかも。興味深い。研究はまたにしてくれよ。分かってるわよ。まさかザウデが停止した？あっちゃ、どっか下手なところいじりでもしたのかね。あれが本当の最悪。なるほど、世界を食いかねねえな。
あんなのどうしたらいいんだろう。ちょいと包丁で3枚に下ろすには大きすぎるようじゃの。ナーリタ、あの星はみってのはエアルから生まれたってデュークが言ってたんだが。え？精霊はエアルを物質に変えるってんなら、もし十分な精霊がいたら星はみもどうにかできないか。わからない。そんなのわからない。でもやってみる価値はあると思う。やりましょう、ユーリ。決まりだな。バウル。そう、分かったわ。ありがとう。星はみの眷属が町を襲っているらしいわ。場所はノードポリカ。やれやれ、聞いちまったらほっとくわけにいかねえな。急ぐぞ。